フランンスのマクロン大統領が議議会会にあたた。るる国民議会を解散すると表明しましま EU の加盟27カ国で行われていた欧州2回戦の開票が9日に始まりましたがフランスでは EU の政策に批判的な極右政党の国民連合が躍進しマクロン大統領が率いる与党連合を上回り国内第1党になる見通しです。 この選挙結果を受けてマクロン大統領は、議会会員にあたる国民議会を解散し、選挙を行うと発表しました。第一回の選挙は6月30日に、決選投票となった場合の第二回は7月7日に行われます。このタイミングでの選挙に、夏に開催されるパリオリンピック・パラリンピックに影響がないか懸念する声も出ています。